塩出といいます。三角商事に勤めて5年。今日の朝、昨日のことを全く覚えてないことに気づいた。昨日はちゃんと会社に行ったのか、何を食べたのかとか、そういうこと。もしこれが小説の話だったりすると、昨日実は僕は知らないうちに銀行強盗とか殺人を犯してたりとかするんだろうけど、まあ僕の場合はそんなことはないと思う。カメラを改造して自動的に写真を撮れるようにした。ポケットにフィルムが4本。何が写ってるのか見たくなってランチタイムに写真を現像しに行った。マンション、駅の券売機、会社、コンビニ、全部同じ。これが僕の人生。結局僕には過去、現在、未来なんてなくて、同じところをぐるぐる回っている。そういうこと。